ゆうゆうの日本史ポッドキャストはいみなさんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です皆さんお元気にしていますでしょうか、えー、前回の日本史ポッドキャストでは古事記日本の神話のスタートの部分をお話ししたんですが今日はその続きをやっていきたいと思います、えー、主人公がね変わるんですよ前回の主人公はイザナギ っていう神様とその妹のイザナミのお話でしたけども、今回からねアマテラス、つくよみ、スサノオここのねもうめちゃめちゃ有名な神様が出てきますので、えー、この3人の関係を見ながら、まあこのね古事記のお話を皆さんにお伝えできればなぁと思っています。それでは始めていきましょう。よろしくお願いします。 ゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということで、まあ、前回の、えー、ポッドキャストでね、えー、イザナギとイザナミが「国生み」って言ってまあ結婚をして子供を産んだと。で子供は本当の子供じゃなくて日本の島えー、っとあれなんだっけ、えー、淡路島とか、ね、四国本州 いろんなね島を生んでその後に神様を生んだんだけどその途中でイザナミが死んでしまってイザナミはヨミの国に行くと。でヨミの国にいたんだけどイザナギが迎えに行ってでイザナミがそのヨミの国から出られるかどうかそのね相談してくるから見ないで待っててくれって言ったんだけどイザナギは見ちゃって。 でイザ,ナミのイザナミちゃんが「お前殺す」っつってねでいろんなことがあってで結局そのイザナミが一、えー、日に1,000人の人を殺すとだけどイザナギが一日に1,500人産むから日本は人が増えていきますよっていうお話で終わりましたねそのの続きです、えー、と黄泉の国からね。 イザナギは逃げてくるんですけどやっぱり「黄みの国」っていうのはもうなんていうかな汚いところその汚いっていうのはその本当にねあなんていうのゴミがいっぱいあって汚いじゃなくてその悪いものがいっぱいあるから体をきれいにしなきゃいけない。で体をきれいにするために何をするかっていうと水浴びみそっていうんですけどまあここは神話ですよね。こう体を洗って ているとねその体を洗ってこう体から落ちたこう汚れみたいなものからまた神様が生まれるっていうお話なんですね。でいろんな神様がこう生まれていくんですけどってかもう最初からねイザナミちゃんにさそんな子供を神様を生ませなかったら。 ね、イザナミちゃん死ぬこともなかったのにねこうやって最初からこれ体洗って神様作ればいいんじゃないかって俺めちゃめちゃ思ったんですけどまあそれは置いといてでその中にそのもう「神様トップ3」が生まれるんですよ一つ目は <laughs> 左目を洗うんです、ね、そう「イザナギは左目を水で洗ったらそこからアマテラス大神」っていう聞いたことあるかなこれ。 太太陽陽神神神のの様様光ですねちなみに女の神様女神なんですよ。で次に左目を洗ったら右目を洗いますよね。右目からつくよみのみこと。つくよみっていうのも聞いたことあるかなこれは夜の神様ですね。最後に鼻を洗ったらすさのうのみことっていうすさのうも聞いたことあるかな えー、この3柱の神様が生まれるんですねでもこの神様はもう他の神様と比べてもレベ,レベチも全然レベルが違うもうめちゃめちゃすごい神様でイザナギはもう喜んだんですねすごいの出ちゃったとすごい神様生まれちゃったからもうこれは日本をこの3人3柱の神様にお願いしておけば 大丈夫だろうということでアマテラスに天界要は天国の世界空の世界をくよみに夜の世界をそしてスサノオに海をコントロールしてくれとお願いをするんですね。でアマテラスが「お父様分かりました」。そしてねツクヨミがお父さん 分かりました。でね最後にねスサノオがね「俺は俺は母ちゃんに会いてえ!」っつって「俺はイザナミの母ちゃんに会いてえから黄泉の国に行く!」ってそのダ「ダをこねね。るんです、ね、えーやだよ母ちゃんに会いてえよー!」っつってでそのせいでイザナギが「お前はダメだ」と。 めちゃめちゃ力があると思っていたけどお前には海は任せられないと日本は任せられないから追放だって言ってねそのさよならをされちゃうんですねクビになっちゃうんです。で追放されてまあどうしようかな俺何にもすることねえしなーって思ったすさのね花。 鼻から出たスサノオなんだけどそうだお姉ちゃんのとこ行こうっつってアマテラスのいるタカマハガラ間違えたタカマガハラに行くことにするんですねその空の世界ですよそう天国天国じゃないんだよね天界って言ってその神様のいる世界その、ね、空の上にある神様のいる世界に行くんですねでアマテラスは いやー追放されたあのスサノオが来んのか絶対問題起こすじゃんっつってもう最初は嫌だって言ってたんですねでスサノオが「違うとお姉ちゃん俺は反省してるから俺は反省しているから高間原に間違えたまだ高間原に入れてくれよ」っつってそんなに俺が信じられないんだったら儀式をしよう セレモニーをすするんですね何をしたかっていうとスサノオは剣を持ってるんですよ。でアマテラスはこう弾ていうのかなこう宝石みたいなものを持ってるんですね。でそれを交換して口に入れてふーって息を吐くとそこから神様が出ると。でその神様のクオリティで勝負をしようって言ってまあいろいろあったんですけど、まあ、スサノオが勝ったんですね。で まあ、アマテラスが「まあ、神様の儀式で私に勝つぐらいだからスサノオは悪いやつじゃないのかもしれないわ分かったここにいなさい」って言ってアマテラス姉ちゃんのところに住み始めるんですねこれが失敗だったんですよ。やっぱりスサノはダメなんですねこれ荒神っていうんだけども本当にね悪さが好きでなんかもう暴れるのが大好きな神様なんですね。 まあだからきっと海をコントロールしろって言われたんでしょうけどでまずやっちゃったのがアマテラスのいる高間ヶ原はあのー、いろんなものがあるんですけど田んぼがあるんですよお米を作るねでその田んぼで採れたお米を食べる儀式をする場所がすごく大切な神聖な場所があったんですね。でそこに、ね、もう,うんちをいいっぱいして そこを汚してしてまうとでそのアマテラスのね従者そのアマテラスのお手伝いさんたちがアマテラスのとこにいてアマテラスさんもスサノオさんがスサノオさんがあの大事な儀式のとこにうんちしてるんですけどって <laughs> どんな話だよと思うんだけどそこでねまあアマテラス「まあしょうがないでも儀式で負けてるからね」って言ってねただその後に すっごい大きな事件が起きてしまうんですね。天照さんねその行為を許してたんですけどスサノは「まあ、お姉ちゃん全然俺のことを怒んねえしもっと悪さしちまえ」っつって、ま、もっと暴れるんですよ。で何をしたかっていうと「旗織って言ってその布を作る工場みたいなとこでね働いていろんな人が働いてるんですけどそこに。 皮を剥いた馬これすごいもうめちゃめちゃグロテスクですよねね皮ってわかりますよねあのスキンね皮を剥いてその馬をその旗織りの工場に投げ込むんでですよで馬って重いからでこう旗織りの工場が壊れてしまってそこで働いていたある女神が死んでしまったんですねやっちゃいましたよねスサノねえ。 もうダメだって言ったのに暴れてでしかも女神が1人死んでしまったと。でアマテラスどうしたかっていうともうやだーって言って逃げちゃうんですね。<laughs> 怒るとかお前は追放だとかじゃなくてもうアマテラスはもう,もう私我慢できないもうやだって言ってある洞窟に逃げ込んでしまうんですね。 洞窟の中にこれ天の岩戸っていう洞窟でこれ実際にあるんですよ宮城県の高千穂っていうところにこの天の岩戸が本当にあるんですねでまあその洞窟の中に入ってしまうんですよでそうすると高間の原も世界日本も真っ暗になってしまうんですねだって アマテラスは太陽神太陽の神様だから太陽の神様がいないともう世界は真っ暗になってしまうでこれはなんでこういうことを書いたかっていうとこれ日食があったんじゃないかって言われててるんですね日食ってわかりますかね太陽の前に月が入って昼なのに真っ暗になってしまうことを日食って言うんですけどこの日食があったからそれをこう 古事記の中に反映させようとしてこの描写を作ったんじゃないかとも言われています本当かどうかはわかんないですはいゆうゆうの日本史ポッドキャストでアマテラスがね洞窟の中に入ってしまったと日本が真っ暗世界も、えー、天界も高天の原も真っ暗になってしまった困ったと いうことで困った神様たちがですねアマテラスを洞窟から引き出す作戦を立てるんですねどうやったら引っ張り出せるかっていう作戦をでいろんな神様がそのアマ、えー、の岩戸に行って考えるんですねどうしたらアマ,アマテラスさん出てきてくれるかなってでまあ、何をしたか知りたいですよね で何をしたかっていうとまずえー、洞窟の前でパーティーをすするんですねでねパーーティーをしてもうみんなめちゃめちちゃゃ笑うんですよそのあるね女の神様がもう半分裸になるぐらいの勢いでめっちゃ踊ってでみんな <laughs> めっっ「めっちゃおもろい!」っつめっちゃおもろいわ!」って言ったらアマテラスさんが「 洞窟にいるんだけど洞窟の奥から「え何してるんですか?」ってなんか私私いないのにそんな楽しいとかちょっと寂しいみたいな。でそのある頭のいい神様が「いやああのラスさんこれす今すごいですよ」と「すごいことが起きてますよ」見てみませんって。でラスさんがその洞窟の入り口まで来て「えちょっと見ようかな」って思った時にある めちゃめちゃ力のある神様がその天の岩戸の入り口にあった大きい岩をヒーって投げるんですね取って投げるとでそうすることによって天照さんが戻ってきたその大きい岩塞がっていた入り口がのおお入り口が入り口を塞いでいた岩がなくなったから世界はまた太陽の 光で満ちたいまあめでたしめでたしじゃないですけどもよかったですねっていうお話なんですね。でちなみにですね確かこのめちゃめちゃ力持ちの神様が投げた岩が長野県にあるらしいんですよ。これすごくないですか宮城県からうわって投げてで <laughs> 長野県まで飛んでいくっていうねはい。 ぜひねこの宮城県高千穂は本当にねこの神話のところなのでぜひぜひ行ってもらいたいなと思いますがでもいろいろねもう問題がありすぎてみんな忘れてると思うんですけど「スサノオダメでしょ」っていうスサ「スサノオはもう本当に悪い神様でそのね女神を一人殺してしまい スサノオのせいでアマテラスが一回ね洞窟に入っちゃって世界が真っ暗になっちゃうもう「スサノオダメ!」って言ってその、えー、高間ヶ原から「さよなら追放されてしまうんですね。もうあなたは神様のいる世界には住んではいけません人間のいる世界に住んでくださいもう天界には戻ってこないでくださいって言って スサノオががしょうつって日本行くかってで展開から日本に降り立つんですねそこの降り立った場所が出雲島根県なんですねこのね出雲も本当に面白いからこれからね次のポッドキャストで今度はスサノオのお話日本に降り立ったスサノオが出雲で何をして でそれからどうしてねこの出雲大社っていうめちゃめちゃ大きい、えー、神社があるんですけど、まあ、そのお話とかもねできたらいいと思いますもうそろそろねもうそろそろ天皇が出始めると思いますので次回のゆうゆうの日本史ポッドキャストも楽しみにしていってくださいということでそれじゃあまたねバイバイ